ってあげるからとか言ったんだよ。あと 2,3 杯飲んでたら俺の顔に当たってたんだね、あれ。はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。本日のゲストはですね、大のジャイアンツファンでもあります林家三平師匠です。どうもーどうもー、ニョキニョキニョキ、よろしくー。いやー、久さん久しぶり、全然会えないまんまで。いやいや、ほんとね、なかなかちょっとお会いできなくてすいませんけど、僕ちょっと今ね、拠点がロサンゼルスになっちゃったんで。かっこいいな、LA だって。いやー、冗談じゃないよ、こっちはまだロサンゼルス来てくれないから、なかなか三平師匠が。噺家さんあんまり LA 行かないもんね。そうですか。どうなんですか、でもロサンゼルスとかで、こっちで、うん、その公演とかそういうのやれないんですか。あ、呼んでくれれば行きますけど、バンクーバーは行きました。あ、ほんとですか。でバンクーバーの日本人会で落語会やってきたりとか。 LA いいよな、盛り上がってんでしょ。なんか昼間ゴルフやって、でこの YouTube に臨んでるわけですよ。冗談じゃないよ、こっちは錦糸町でさ、一問と一緒に飲んできて、それで終わりだよ今日は。いや、もうそう、蕎麦屋で蕎麦屋で、ほら、焼酎のさ、蕎麦割りお湯割り、そうそう、それ飲んで。なんで、三平師匠と、ね、高橋久典なのっていう、ね、方が多分この YouTube ご覧になってる人は多いと思うんですけど、林家一平さん時代からずっとこう仲が良くてですね、もう20年代の中ですかね。なんで2005、6年じゃないですか。そうですよね、結構だからもうだいぶ長く、初めてお知り合いになって、まあね、ちょっと地元、まあ下町のっていう人間でっていうところもあったので、まあ息が統合してね、それから食事行ったりとかね、師匠のね、実家に招かれたりとか、まあ自宅にもね、行かせていただいたりとかね、して、いろいろこう仲は、いいですよっていうところでさえ。ほんと久さんいなかったらね、今の僕のこの巨人ここまで好きじゃなかったかもしれない。そうなんでしょう。いやいやいや、ちょっと嘘ついたかもしれない。ごめん。あ、でも一番仲いいのが久さんだから、この間上原さんにばったり会った時に、久とばっかり仲良くしないでくださいよって言われました。あ、マジですか。上原さんに言われました。ジャイアンツの、選手だった人だったり、現役の選手も仲いい人かなり多いんじゃないですか。世代的にかなり上になってきちゃったから、コーチ陣ばっかり仲いい ね、うん、ね。コーチ陣だったら誰ですか。あと、結構会うのは古木さん、亀ちゃんでしょ。亀ちゃん、亀井さんはうち近くに住んでるところが、うんうんうん、だからよく会ったりしますよね。亀井さんと、あと、吉信さん。あ、吉信さん酒強いよね。こない、俺一回すっげー潰されて。吉信変わらず飲むでしょ。そう、ね、あれですよ、沖縄ですよ、潰されたのは。それで吉信さんと二人で飲んでたら、久米線とかさ、そういうのをもうロックでガンガン継ぐのね。おかしいよね、あの飲み方。氷だけだ、水足さないんだもん。水ちょっとだよ、ちょっとしか足さないで、ガンガンそれ平気な顔して飲んで、おかしいよあの人たち。明日どこ回るとか言って平気な顔してる、こっちはベロベロに酔っ払っちゃって。今日あれ来てくれたんですね。今日こちらのスタッフの方にね、洋服で来るんですかって言われて。洋服で来るんですか、冗談じゃないよ、着物、これ浴衣ですよ、別にどっかの旅館にいるわけじゃないよ。今からもうなんか落語始めそうですもんね。昔から一席なんてことを申しますけれども、冗談言っちゃいけませんよなんて。いや、こっから有料チャンネルだよ。そうだよ。一番最初に会った時って覚えてます。いや、どこだっけ、上野かなんかで、共通の知り合いのね。そう、アメ横のね、組合の方ですよね。そう、一緒で、お店なんだか覚えてる？どこだっけ？いや、覚えてないですね。寿司屋なんですよ。寿司屋？寿司屋で2人で食べてて、僕呼んでもらって3人で。だから東京ドームで試合の後ですよ、あれ。なんか面白いこと言ってよって言うから、そんなこと言っても寿司だけにシャリになりませんよとか言ったら喜んでくれてさ。それで板前、そう板前、もう少しそこに板前って言ったらすごいよ、また喜んで。覚えてる、それ喜んで。師匠、そっからお正月とかに、ね、正月の3日の日ですよね。うちの一門以外で、親しい方をみんな集めて、いわゆる新年会をやろうという。
毎年やってるんですけど、まあコロナ禍の時はちょっとできなかったんですが、その時ね、能登の半島の牡蠣とか、そういう生牡蠣をこう食べながら、それでみんなで語り合って、うちのおじがこうすき焼きを作ってくれたりとかね、あとねちゃんこ鍋作ったりとか、そうしてくれるんですよね。それでこうみんなでこう食べながらね、それでみんな少しずつ酔っ払っていくんですよね。そうそうそう、ベロベロになってて、芸能人の方がすごいもう麻生の時にいっぱい来るんですよ。お笑い芸人の方とか、もちろんね、あの落語家の方だったり、一芸やんなきゃいけなかったからあの時ね。で僕なんて芸なんてないから、こちらももらいに行ったんですよ。そうそうそう、そう、そういうことねほぼなかったんで、あの行ったらお年玉いきなり、はい、じゃあ伊佐美さんねこれって言われて、ありがとうございます、お年玉なんて何十年ぶりにもらいましたなんていう話をして、いやでもね、うちのおふくろの前でまずほら、あの時ってあご挨拶して、杯をこう大きな黒田節ぐらいのこんな杯だよね、それをこうやってこうやって、まあ、こうやってこうやって飲んで、一口飲んで、それで今年の抱負を言うんですよね、必ず。そうですね。うん、で、それで抱負を言って、それでお年玉もらって、お雑煮を食べてから飲み始めるっていうのが基本的な流れなんですけど、その時、うちのおふくろの前でお願い事するとみんな叶うんですよ。だから、久川さんがそうだったの。僕はメジャーに行きたいんです、アメリカのって言ったら、わかりました、叶うと思いますよって言ったら、本当に行かれたんで。それで、あと2桁勝利行きたいって言ったら、本当になったんで。それでね、安田大サーカスのクロちゃんが来年の紅白出たいですって言ったら、絶対出ないもんだと思ったら本当に出たからね。あ、そうなんですか。本当に出たの、みんな。あ、本当ですか。うん、すっごい、だからうちのおふくろの前でお願い事するとみんな叶う。おー、うん、で家族はあんまり叶わないんだけど、俺なんかお願い事してる。そうだよな、あの時すげえ覚えてるかな、酔っ払ってさ、少し飲んだんですよ、さんもね。それちょっと赤い顔して、ちょっとピッチングやろうよって言って表出て、絶対ミットを持ってて、ここ絶対動かさないでよって言ったんですよ。スライダーで投げるからとか言ったんだよ、ね、だから絶対動かすなよって言って、ちょっと酔っ払ってんですよ。それが思いっきりものすごいスピードでバーン投げてきて、いや制球力あるからちゃんと収まったけど、あれちょっとでもあと 2,3 杯飲んでたら俺の顔に当たってたね、あれ。そういうね、ちょっとデンジャラスゾーンがあるんですよ、久さんは。あったでしょ、やったね。それもミットもさ、子供用のミットだったんだよ、あれ。あれ怖かったわ、すごい。あ、現役時代ですからね、あれ。やりましたね。やりましたよ、冗談。それでお獅子が出てきて頭噛んでもらってね、それで喜んで、そう、またでも行きたいですよ、本当に。ねえ、おかしいな、そういろんな人もいるもんね。そう、いろんな人が芸やってくれたからな、あの時。あのほら、これも鉄友もやってくれたし、ネタを。ああ、そうそうそう、あの時からのあれで、鉄友、友さんと何回か食事行ったりとか、あとパックマックンのマックンとも、あれから仲良くなって食事行ったりとかしてたんですよ。抜けがけでみんなとご飯食べてたの。そうそう、言ってたんですよ。なんか、ちょうどね、マックンと家が近かったんですよ。た住んでるところがそんな遠くなかったから、じゃあちょっと近くのご飯屋さんで家族でご飯食べようかなっていう話になって、うん、それでご飯食べたりとか、で、そこにね、トモさんが来たりとか、そんなので、うん、結構、で、クロちゃんともキャバクラ行きましょうとかって言われて、でも行かなかったですけどね。何それ、全然俺聞いてないよ、俺。聞いてないよ、俺何にも。誰も誘ってくれないよ。俺は誘ってお年玉渡したのにさ、誰からもそういうなんかリスペクトが何もないよ、僕には。そんな時には忙しいと思ったから。いや何それ、みんなそう言うんだよ、それ。大体忙しいと思ったから誘わなかった、大体みんなそう言うんだよ、もう。そういうほら、日本人の悪い癖、一番。一番人間の悪い、日本人のね、とにかく東京の人のそれ悪い癖だね。はい、酒強いのがやっぱり強いですよね。意外と驚いたのがね、酒強いんですよ。あ、本当ですか。全然飲まないイメージですよね。そ